スコののつ星ホテルモナステルナリオの三角折り。三角折りとはトイレットペーパーの端を三角に折ることである。三角折りホテルなどの客を迎える場所でトイレが掃除済みであることを示すために一般的に行われている監修である。行き届いた管理と細部への配慮を感じさせ客に強い印象を与える。普通はトイレットペーパーの巻紙の先端を三角、または V 字型にすることが多い。先端の2つの角を対象に折り曲げ、巻き紙の先端を尖らせるのが一般的だが、線形などもっと豪華な形にすることもできる。英語では、ホテルトイレットペーパーホールディングナイフと呼ばれ、基本的にホテルのトイレで行われている監修である。海外のホテル業界では、豪華な三角折りが、トイレペーパーホールディングナイフ、トイレペーパー折り紙、 通り紙などと呼ばれており、マーケティング上の観点から様々な三角折の方式が研究され、それが他のホテルでも真似されたりしている。ホテルのトイレの三角折だけを撮った写真集も出版されている。三角折はホテルから世界中のいろんな場所に伝播し、真似されるというビームの象徴的事例だと考えられている。豪華な三角折。 しかし5つ星ホテルの三角折りとは明らかに差がある。世界中のホテルの三角折りだけを撮影した写真集を出版したイギリスの写真家スティーブン・ジルによると世界中のホテルで様々な三角折りが行われている。ミーム学で有名なスーザン・ブラックモア博士は2006年のダーウィン・デイに英国ヒューマニスト協会で行われた講義においてトイレの三角折りを ビームの実例として挙げたインドのアッサム地方のど田舎の安宿のトイレでもトイレットペーパーを三角折りしていたという。コラムニストのデビット・フェルドマンによるとホテルの部屋が清掃済みであることを示すためだという。世界各国の大手ホテルチェーンにインタビューしたところ同じ答えが返ってきたという。例えば、ホリデーンの重役ジェームズ・ P ・マッコーリーはこのように語った。 ホテル側としては、前の客が使ってからトイレが清掃されているんだなと、お客様に信用していただきたいと考えています。これを実現するため、トイレが清掃されてから誰もトイレットペーパーを使用していないということを保証するため、清掃員はトイレットペーパーの端を三角折りするのだと思います。些細なことですが、効果的です。スティーブン・ジルは、三角折りがお客様に、 喜びや感動を与えるために行われていると確信している。綺麗に整頓されたベッドや三角折りされたトイレットペーパーなど部屋のすべてのものが気配りと愛を象徴している。そういう手間をかけることできっと部屋が完璧で素晴らしいものに見え部屋の些細なほころびなんて気にならなくなるだろう。部屋の中に一瞬の静寂を感じるトイレットペーパー折り紙略して トイレ紙トイレットペーパー折り紙は三角折りの豪華なバリエーションである。ジルはホテルごとに三角折りのスタイルの違いがあることに気がついた。いわく東京のホテルでは小さなひだが作られており本当にすごい。こんな細かい気配りがあるのは日本だけです。一方、ニューヨークの三角折りは質が低く雑で非対称薄い紙。 ルーマニアでは薄くて小さくトイレットペーパーが右手に設置されている。世界各国のホテルで様々な三角折りが生み出されている。日本では三角折り機能付けペーパーホルダーのメルボアという商品が市販されている。レバーを押すと自動的にトイレットペーパーが三角折りされる。ありがとうございます。